皆さんこんばんは。月曜夜8時のお楽しみ、ジミーと生かしたあいつ、イエイ。うわー、いる、真横で見ちゃった。ありがとうございます。はい、なんかギャラリーが多いな今日は。もうね、すいません、ま、俺だけ青、なんだろう、黄色じゃなくて信号になる予定だった。あ、そうか、信号になりそうだった。もうゾウさんみたいな色してるな。危うく信号になりそうだった。いや、まあ、大ちゃんはほっといてどんどん進めたいと思います。じゃじゃん、第84回のゲストは、はい、焼津移住ミュージシャン、ゆういちかっこお風呂でアフロです。イエーイ、イエーイ、イエーイ、イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。当初予定していたゲストさんが急に体調不良でいらっしゃらないということで、代打、代打です。代打、もう包み隠さず情報公開していくスタイルです。はい、というわけで、まあ、急遽ではありますけれども、そうですね、仕込みがもうバッチリですよ。そう、だってもうなんか昨日言われたんだもんね。そうですよね、はい、本当に急遽なのに仕込みはバッチリということで、はい、まあでも優一さんはね、いつも、ね、観光大使、目指せ観光大使という番組をされているわけで、はい、はい、ね、まあでもミュージシャンとしてのゲストは、そう、僕もうただここの焼津テレビではただの喋るおじさんになってるから、はい、ちょっとミュージシャンとしてのね、はい、顔も見せなきゃと思って、はい、初めてですもん。初めてでしょ。ぜひ。歌うのなんかも初めてですよね。ぜひ。ちょっと一ネタやらせてください。あ、一曲やらせてください。一ネタ。はい、一ネタ一曲やらせてください。はい、改め1曲、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと、A マイナーください。ミュージシャンっぽい。あ、セブンじゃない方が A マイ、普通の A マイナー。あー、OK です。はい、キーが絶対音感がないね。はい、はい、じゃあここからお願いします。ワン、ツー、スリー。パパパパラバババ私は右手にペンを持ってます。私は左手にリンゴを持ってます。右手のペンを左手のリンゴに、右手のペンを左手のリンゴに、ブスッとさすっと、ブスッとさすっと、あんあああんあんあん、リンゴペン。パパパパパパパラバババ。2番いきましょうか。はい。私は右手にペンを持ってます。私は左手にメロンを持ってます。右手のペンを左手のメロンに、右手のペンを左手のメロンに、あ、ブスッとさすっと、ブスッとさすっと、あんあああんあんあん、メロンペン、あ、リンゴペン、メロンペン、あ、リンゴペン、メロンペン。二つを刺すと、二つを刺すと、リンゴ、ペンペン、メロン、ちゃんちゃんちゃん。はい、ギャラリー苦笑っていうのね。大ちゃん、ありがとうございました。ありがとう。このためだけにね。このためだけに。ミュージシャン呼んじゃった。ごめんなさい、本当に。本当にごめんなさい、大ちゃん。10分前に覚えました。10分前に。素晴らしい。ファームインザさん、ボーカルギターの大ちゃんでした。いや。ありがとうございます。波しぶき。なわけでね。まあ、はい、
これはあの今までどこでも歌ったことないやつですね。お初披露しました。いや初めて聞きました。そうですね、これちょっとね YouTube でも出したいなと思うんですけどね。お、まあ、ピコ太郎さんのねあの歌を演歌にしてみたて、ね。はいはい、もうジャスティン・ビーバーもびっくりですよ。そうですね、ジャスティン・ビーバーには伝わらないやつですね、はい、残念ながらね。もともとコミックバンドをね、はい、やってたもんで、はい、こういうことがちょっと好きでね。素晴らしいですね。いやコミックバンドっていうのはなんかちょっとこうね、はい、うん、あのな言ってみりゃナンセンスものですから転じてくだらない扱いになっちゃったりもするんだけど、うん、はいはい、考えますよね。考えますね。考えますよね。うん、そうでやっぱり僕今営業お風呂でアフロって紹介していただきましたけども、はい、そうお風呂屋さんのね、はい、休憩室とか、まあはい、湯船の横で歌うっていう仕事、アコーディオンの相方と2人でやっていて、はい、要はライブハウスのように自分たちのお客さんが来てる場所じゃない場合が多いですよね、見ず知らずの人がアウェイじゃないですか。いつもドアウェイ。ドアウェイですよ。だってみんなお風呂入り来てんのに、そう、いきなりなんか2人組がやってきて、そう、歌い始めた。そう、ええ、そんなところでやってるんで、まあ、今みたいなネタは、はい、正直ボツになったやつですね。あ、なるほどなるほど。そう、いきなりちょっと刺激が強すぎるっていうことで、そして長いって言われて、まあ、なるほど。あ、そうかそうか。基本的にこうなんか一撃離脱型でこうグイーンって言ってババ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 、そう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 、戦闘機で言うとそういう感じのね。そうそういう感じですよね、あれ。うん、そう、ちょっと じわじわ来るんで、そういうのじゃなくてもっと分かりやすくキャッチーにっていうのを、はい、もっと一発バッていく、もうバーンっていかないといかんですね。そう、はい、そういうのをまあ普段はやってるんですけどね、今日はね、もうせっかく一人で出てるんで、はい、今までボツになったやつをいろいろやろうかなと思っちゃう。そういう苦しい30分どうですか。いや、そういうチャレンジいいと思います。いやでも本当ジミーさんのねこの番組見てていつも思うのが、はい、そのミュージシャンとこう、はい、トークがずっと続くじゃないですか。結構いろんなジャンルの人とか出てきても、はいね、はい、その話にこう合わせて、どんどんこう、ね、積み重ねていくみたいな、はいはい、それがね僕はできないですよ。いやいやいや、なんだろうな、僕らもね結局ね、うん、こう音楽スタイル的にはどこに行ってもアウェイなんですよ、うんうんうん、だからアウェイの中で空気作るっていうところ辺のが生きてるかもしれないですよ、はいはい、だから正直その静岡ってそんなにその人口も多くない、うん、ミュージシャンも多くないからライブハウスもそんなにたくさんはないじゃないですか、はい、東京と比べると、だから結構一つのライブハウスでいろんな人がね、もういろいろいろんなジャンルが出てますよね、はい、そうだからジミさんなんて普通ジャンルだと、はい、そんなにロックの子とかポップスの子と一緒にアコースティックの子とかとやることは、はい、まあ、そうそうない。東京だと、ね、東京だとなんか、いや東京だとないですね。ないと思うんです、まずかなり専門性が高い弾き語りの箱、ロックの箱、そうそうそう、まあ、テクノの箱、もしくはヒップホップの箱みたいな分かれちゃうんですよね。分かれてるからそれやるね、そういう一緒にやることないんだけど、そういうね一緒にやる機会でまたここにゲストで呼んで84回も、そうなんです、84回ですよ、もう84回も続けてるってのはすごいですよね。いや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 、それだけでもねいろんな人がね仲良くしてくれてるっていうことでもあるんですよ、ありがたいことに、なんか、はい、そうジミーさんのイベントとかでもいろんな人出てて、もうね結構年齢も上だから、はい、もう一種のパワハラなんじゃないかと思って、もうちょっと若いやつやれよみたいな感じこんな人に言われたからしょうがない、ちょっと行かなきゃみたいな、そうなのかなって最初にちょっとね勘ぐってみて、そうじゃないんですよね、はい、またねジミーさん結構みんななんか横一線並んでるんですよね。うん、うん、で結構ねジミーさんの音楽僕もねライブ何度かちょっと見せていただいて、ありがとうございます、はい、先日もそうですね、はい、僕の主催のイベントにも来ていただきまして、はい、言われたの3度見ると癖になるって言われたのがね、はい、だんだん分かってきましたね、あこういう楽しみ方なんだ、ね、こういう楽しみ方かな、ありがたいことですよ、分かってきましたけど、ね、はい、そうだからまあ今日はねちょっとねいろんな今まであんまりやってないようなネタをね出そうかなとか思って、はい、おいくつでそうそれで僕は楽器ギター弾けないんで、はい、楽器弾けないから、はい、練習をしなくても誰でも弾ける楽器っていうのを今日持ってきたんですよ、これすごいすごい、これ何ですかって感じですよ、これね、これは Q コードっていう楽器なんですけど、はい、電子楽器です、 Q コード、 Q コード、はい、もうコードがね書いてあるのここに、ありますね、コードのボタンになってますね、一つ一つのコードが、
そう、それでそれを押すだけで、よいしょ、初めて見る、うん、おーおーおお、ここを押すだけでコードが鳴るっていうね、はい、それなので要はギターだと指使い覚えなきゃいけないんです、はいはい、だけど、はい、もうコードを見て書いてあるのを押せば、はい、そのコードが、タッチパネルになってるんだ、ここのところが。そう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 。ああ、なるほどなるほど。おお。っていうね、そういう楽器なんですよ。はい。なので僕でも簡単に弾けるって、なんか昔ジャイアントババがやってたみたいな感じのやつ。ジャイアントババやってた。僕にも弾けたみたいな。ああいう、ね、CM、ああいうコマーシャルありましたね。そう、そういう感じなんですよね、はい。それでなんとかちょっと自分のネタぐらいは弾けるんじゃないかなと思って、はい、やってもいいんですか、なんか。どうぞどうぞどうぞ、もうなんかオンステージで、あの僕ね、 J-POP を演歌にするっていうのをね、はい、結構、はい、J-POP を演歌に、はい、やってたんですよ、はい、J-POP で、まあ、みんなが知ってるような曲を、はい、演歌のメロディーをつけてっていう、おこれあの著作者隣接権っていうね、今話題の、はいはい、もうガン無視で、ガン無視で絶対怒られるやつなんですけど、それをね、あの例えばあの AKB48 の失礼、 AKB48 の恋するフォーチュンクッキーの、はいはい、曲ありますけど、はい、それをね、あの演歌にすると、はい、ちょっとやってみましょうか。あのフォーチュンクッキーがあるんですね、はい、あの恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ、へーへーへーってやつね、はい、あなたのことが好きなのに私にまるで興味ない、あの曲が、はい、演歌になるとどうなるか、あなたのことが好きなのに私にまるで興味ない、何度目かの失恋の準備、へいへい、カフェテリア流れるミュージック、ぼんやり聞いてたら知らぬ間にリズムに合わせつま先から動き出す、止められない今の気持ち、カモン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 ベイビー、占ってよ恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くはないよ、ヘイヘイヘイ、ハートのフォーチュンクッキー、運勢今日よりも良くしよう、ヘイヘイヘイって、まあこういう曲になったりとかね。コメントいただいてますね。コメント、ヤイズ TV オールスターズのライブみたいです。ミュージシャンいっぱいいるからね。いっぱいいますからね、はい、もうイベントやれますからね。そう、まあ、僕はでもこういうねふざけたことばっかりなんで、はい、まともなのできないですけどね。いやいや、だから、ね、ゴールデンボンバーのめめしくてとか、ね、あ、はいはいはい、めめしくてめめしくてめめしくてつらいよってやつ、はい、あのなんだっけ、僕のことを、あんなに僕のことをからかったの、あんなに好きと言ったのにってね、ある A メロなんですけども、はい、でなんだっけ、愛されたいね、きっと見過ごした君のシグナル、もう一度ふわふわっていう、あの曲です、うん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 、これを、演歌にするとどうなるかっていうね。ちょっと待ってよ、めめしくってめめしくってめめしくってつらいよ、僕のことをからかったの、あんなに好きと言ったのに、やつのどこを気に入ったの、僕はもういらない、君と手をつなぎ踊りたい、たくさんの人混みの中で君の
笑顔だけが輝いて、愛されたいね、きっといつの日か君のシグナル、もう一度気まぐれでも、でも構わない、君といたいから、めめしくってめめしくって光を浴びて、めめしくってめめしくって恋の歌歌って、めめしくってめめしくっていざたどり着いたこの世界はもう、めめしくってめめしくってめめしくってつらいよという曲をね、作ったりとかするわけですよ。すごいっすねこれ。演歌感動的でしょ。いやもうなんていうか、これはあの新たな曲っすよ、曲。そう、新曲現るですよこれ。ね、すげえ。めめしくて、めめしくってめめしくってですよ。いやすごいっすね。これもね、今お蔵入りしてる曲なんで。お蔵入りしてるんですか。そうですね、もう全然やってないですね。いや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 。ライブではね全然やってないです。あのおじいちゃんおばあちゃんとか多いから、はいはい、ね、めめしくて知らないの、なんか普通に、ああ、いい歌だねって聞いて、あ、そうか、元ネタ分かんないといい演歌なんだ。そう、ただのいい歌になっちゃうんですね。いや結構これあのめめしい歌だから、あの歌詞だけ聞くと、演歌なんですよ。すごいめめしい歌、これ演歌にありそうな、はいはい、あの詩で、だからすごい演歌のメロディーが、ね、合うんですよね。めめしくってめめしくって、これはすごい。そう、もうみんな、うん、使って、あ、そう、あのね、パームの曲だって僕全部演歌にしちゃいますよ。おお、やばいね。これでもね、パームの前座に出てきたらもうね全部食っちゃうやつですよこれ。ほんとね、あのゴールデンボンバーの前座やりたくてしょうがないこれね。誰か呼んでって。あ、前日本放送にお風呂でアフロ出たんですけど、はいはい、全国放送出たんですけど、はい、本当これやるつもりだったのに、尺が短くてできなかったんです。これやって、そのゴールデンボンバー関係者が聞いてたら、はい、あの前座の、ね、道が一歩近づいたかなとか思ったんで、そのうち出たいね本当、それはね、キャリーパミュパミュとかね、はいはい、つけまつけまつけまつげ、つけまつけまつけまつげ、パチパチつけまつけて、つけまつけまつけまつげ、かわいいのつけまつけるっていうね、こんな感じでね。うわー。そう、すげー。こういう曲をまあね、はいはい、好きでやってるんですけど、まあ普段はやっぱお仕事なんで、はい、あんま好きなことばっかりもできないっていう、ね、それ辛いとこですね。そう、やっぱりね、お客さんに、はい、お風呂屋さんからは僕は仕事もらってるんで、クライアントにね、はい、合わせてやらなきゃいけないから、うん、まあこれはもう今のは本当僕は好きで歌ってるだけなんですけど、はい、音楽のレベル高い趣味ですねこれ。趣味ですよね、音を楽しむ、本当にこれはもう音楽で、あ、すごいですね、遊びですね、だからまあ結構その相方にボツにされるんですよ、はあ、あの歌謡曲知らないから、あそうか、元ネタを知らないと、そうそう、たとえ相方であっても、そう、相方、だからそれ何言っちゃ、なんか単にいい歌じゃんみたいな、そう言われて、だから僕一個あの作ったのが、はい、あの尾崎豊の、はい、卒業っていう曲がありますけど、校舎の芝生の、この支配からの卒業、はいはいはい、あれがあのメロディーにあの津軽海峡冬景色の歌詞がぴったり合うんですよ。でも僕の相方が、はいはい、尾崎豊を知らなかったっていう、はあ、はい、あの30歳なんですけど、いいのかなとかちょっと思いますけどね。それはね、はい、それで、まあ、それをね、あのまだどこでも披露したことないんですけど、おこれもやってみていいですか。いや、まさにオクラ出しですよ。そう、本当にね、オクラ入りして本当にね、オクラ入りしてるやついっぱいあってね、はい、ちょっと弾けるのかな。何せ僕楽器弾けないし、これ自分の演奏でやるの初めてだからね。これ十分すごいですよこの演奏も。そう、普通にすげー、すごいですよ。
や高齢者降りた時から青森駅見渡す限り雪の中北へ帰る人の群れは誰も無口で海鳴りだけ響くのをただ聞いていた私も一人連絡船に乗り凍えそうなカモメ見つめ泣いていましたああご覧あれがた指先北の外れと見知らぬ人が物知りげに指を刺す息で曇る窓のガラス吹いてみたけど遥か霞ぼんやり影が見えるだけさよならあなた私は帰ります風の音が胸を揺する泣けとばかりに暑がる海峡冬景色受けてる受けてるこういう尾崎だ受けたじゃん受けたじゃん炸裂ってコメントありがとうございますありがとうございますすごいこういうのがあの、ボツになってるんですよいや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 僕もねちょっとね遊びでそれこそライブハウスとか出てみたいなといや出た方がいいですよこれ誘いますいやもうこれはファームの前座とかでいい全然いいです前座とかやらせてもらえいやこれはすごいですほんとねいろいろ前座やりたい絶対沸かせるから俺、いやいやもうねメインでもいいわ鳥でもいいわメインあとでブッキングの日なんかブッキングの話すごいわ、まあ、あの僕まだファンがいないんで、はい、あの客呼べないですけどいやいやていうかもっとやるべきですよ本当に売れちゃうこれお客さんは沸かせられるから、はいはい、早くとか僕 YouTuber になろうと思って、はい、コメントもう読むんですあおかしいよ宇治家さんね宇治家さんなんかねダジャレで返さなくていいからかぶさなくていいから宇治家ってね言われてますけどありがとうございますまあねこれちょっとね YouTube に早くいっぱいネタ動画をね出して、はいはい、ジャスティンビーバーにあジャスティンビーバーわかんないジャスティンビーバーわかんないですけどねこれねまあね、誰かにねちょっと知ってもらえたらいいかな、はい、他もあるんですか他昔やってたのはあの昔やってたのはドナドナっていう曲あるじゃないですか、はいはい、あれをあの誰々がドナドナを歌ったらみたいなんでおあの牧原紀之さんが、はいドナドナのを歌ったらどうなるか牧原紀之みたいな曲ですよねある晴れた昼下がり市場へ続く道二馬車がごとごとと子牛を乗せて走ってゆく何も知らない牛たちも売られてゆくのがわかるのか悲しそうな目をして僕を見ているよじゃっちゃっちゃっちゃどんなどなどどんなどなど牛が牛らしくあるために好きなものは好きと食べる気持ち抱きしめてたいどんなどなどどんなどなど餌にこだわり続ける牛が美味しくなること僕は知ってるからっていうね、まあ、こんなのをねやったりとかしましたよねすげえマッキー好きよってやってたんですけどあ、まあ、こういうのをやってたんですよ、まあ、これはアカペラグループの時にねやってたネタですけども、はいはいそうもともと声楽をされてたんでしたっけ合唱部には入ってましたね、はいはい、それぐらい合唱部の劣等生だったんでもう、そういうコーラスはやめてはいはいなんかこう直球だと直球勝負だとあれだからちょっと変化球を、うん、そう、まね、だって音楽ね上手い人はいっぱいいるじゃないですか、はい、あ僕はいつも言ってるやつだプレイヤーはね上手い人はいっぱいいるから、はい、自分が持っている球で何ができるか、はい、そうです でお客さんを楽しませるかっていうと、はい、僕は
この方法だったわけですよね。わかります、はい、なんかちょっと面白おかしいことをする、いや面白いことができる人は少ないですから。そうコメントバンバン入ってますよこれ。あ、YouTuber になれる YouTuber、 本当っすよ YouTuber、 頑張ります。頑張るぞもうこれ本当にね。YouTuber になるぞなるぞ。これはすごいですね。僕八重洲テレビずっと来てるけど、はい、ただの喋るおじさんだったの、はい、先ほど言ってたけど、そうちょっとね今日はねあのネタを披露できてね、はい、ちょっと気持ちがすがすがしい、まあ、私もじゃあ音楽的にね、こうねかなり高度な高度な番組ができている感じがしますわ。はい、まあ、本当ね初めてミュージシャンとしてね、はい、ネタを披露します。まあ、普段はあの紙芝居とか、はいはい、歌いながらやったりして、あのもう時間なくなってきてます。あ、本当だ。すごいですよ。あっという間ですよ。こんなあっという間なのに本当に初めてなの。そんなにネタないんだ、ね。告知ですからね。ね、はい、でそんな、ゆうしさんのこれはお風呂でアフロですか。そうですね。お風呂でアフロでの営業、これレギュラー営業。毎月やってますね。はい、第3土曜日の、3時半から、うん、またボンボンコメント入ってます。ライブのブッキングに期待。素晴らしい。毎月ねここでやってるんでね、お風呂カフェではね、はい、お風呂カフェ、はい、美人湯さんですね、はい、美人肌という、ね、そうですね、美肌湯と書いて美肌湯か、はい、美肌湯と書いて美人湯と、はい、で男性浴室休憩スペース。あ、コメント入ってます。ゲスト向きだな。メインもやってるんです。そう、そのメインの話もね、あ、そうですね、しないと、はい、メインの話、はい、ババン、ゆういちの目指せ焼津観光大使、はい、焼津テレビで、はい、各週の月曜です、はい、19時半から20時まで私の前の番組を、はい、やっていただきますが、次は2月の27日、はい、これは、鉛節で鉛節、簡単魚食生活、はい、鉛節ってね、あの焼津の名産なんですけど、焼津の人あんま好きだっていう人にいないんですよ、はいはい、いや私結構好きですよね。結構に聞いてもね、食べないとかっていう人、まあ、やっぱカツオ節がね、やっぱあのメインのこう焼津名産で、鉛節はなんかちょっとこう、まあ、言ってみればちょっと脇役みたいな、ね、脇役とか、まあ、1軍がカツオ節だとしたら、まあ、鉛節2軍みたいな、刺身もあったりするから、ありますよ、ありますね。そうなんですよ。でも鉛節いいですね。これいいわ。鉛節の歌を作りました。素晴らしい。この度。素晴らしい。これは期待ですよ。はい、27日ね。で、あとあの番組アシスタント募集中です。募集中。あの、前の番組アシスタント募集中です。ああ、わかりました、はい。募集中です、はい。実は私もちょっと欲しいなと思う時もあるんですけどね。なんか。私の場合だと、いろいろこうなんか気遅れしてしまうらしくですね。色がね濃すぎて、ね、色が濃すぎてメガネの色も濃すぎて、僕ぐらい薄くすればまだいいかも。そうフレームのね、みんなあの募集中です。我こそはと思う女子あの下手するとこうなんていうか、ね、アイドルもなんかちょっとね、はい、年齢上のアイドルとか来ちゃったりするから、僕大体ね30歳前後ぐらいかな。そうなんかそういうなんかこう女子、はい、女子アナみたいな人がいい、ギャルでもいい。そういう問題かよ。はい、でこれ、はい、私の告知も、はい、2月23日はい、はい、これはライブハウスウーフーという私のホームグラウンドのライブハウスですが、はい、ボスの開けっぱなし部屋という、はい、ボスというのは店長さんのオーナーのオーナーさん、オーナーの深夜さんの、はい、企画ですけれども、これはもうあの出る人もあの、まあ、ノルマなしで、うんうん、あのチャージだけ払ってくれればノルマなしっていう、うん、これ、福富京、はい、という弾き語りの、あの実は、まあ、これあの仮の名前で、うん、あのまあ、事情があって、うん、あの名前が違うんですけど、別の活動もされている、実は八重洲テレビにも何度か僕の番組も出ている誰かさんなんですけど、はい、福戸美希夫です、はい、であと、私ジミー、それから、はい、ライブハウスオーナーのボスこと中村信也さんの、うん、あと他というのはなんかまだちょっと、返事待ちの人がいるらしくて、雄一は出ません。いや出ないですか、出ないですか。いやわかんないけど、なんかフラッと来てあの出ていただいても全然構わないですから。めめしくってやる。いいですね。っていうかね、これなんていうか、いろいろなんかこう危険な匂いもしますけど、あのそういうことをクリアしたら実は優秀羽ばたいてしまうんじゃないですか。あの著作者隣接権をね大いに侵害していますんで、はい、ええ、本人にダメって言われたら結構やばいんですけど、ええ、まあそんなことはね、ええ、言われたら、まあ、そしたら口コミでいきましょう。口コミで、はい、ね、ぜひぜひ、もうおくらりになったら口コミいきましょう。そうね、そういう感じで、もう、で、もうすごかったっすよ、ゆういちさんって言って。作者に怒られてニュースに乗りたい。あ、はい。炎上情報だ。炎上情報でいきましょう。
行きましょう、はい、いやありがとうございました、はい、というわけで、はい、地味と生かしたあいつ、はい、今日のゲスト第84回ゲスト焼津移住ミュージシャンのゆういちさんです。いやありがとうございます。この後は最後の撮影会、今日はちょっと賑やかな感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。いやすごい、何から何まですごかった。楽器を練習しなくても